いやまあちょっとあのサッカーの話もいきたいんですけども、はい、あのまあ今年やっぱ印象に残ったプレーっていうのはもうお互いあのいろいろプレーあると思うんですけども、うん、まあちょっとあの浜田選手が感じる斉藤選手の印象に残ったプレー、斉藤選手が感じる浜田選手の印象に残ったプレー、あれ良かったなみたいなはちょっと聞きたいなと思うんですけども、じゃあ浜田選手からいいですか。風瀬君はこれっていう1個のプレーっていうか何個もありましたよね。はいはいはい、何個もあった。それはそうですよね。僕も何個もありますよ。それを収めるかっていう。はいはい、いやもう体強いじゃないですか。あの京都戦の時のあの先制点、ね、こうルーズなボールが上に高く上がって、こう僕らもこうスタンドから見ててあのスローになるのかなと思うんです。で相手のディフェンダーも止まって、いやボール出ないぞと。でさっきに斉藤選手がこう走り始めて、で相手のディフェンダーもちょっと追いで、こう追いついた時にガシャーンってなって吹っ飛ばしたじゃないですか。あの瞬間どこ力出てるんですか、尻、腹、肩、どこなんですかね。力はそんな入れてないですけど、はい、難しい。なんかこう来るぞ来るぞみたいな感じで誘ってるじゃないですか、あれ、はい、誘ってて、で自分のここに当たったら吹っ飛ばせるみたいな、そんな感覚もあるんかなと思うんです。例えば後ろからこうディフェンダー来るときに自分のここに要はディフェンダーに体当てて逆にこうボールを収めるみたいな、これもすごい収まるじゃないですか。腰が入しっかり入れば、はい、負けないかなっていうか、なんとなくな感覚はあります。なるほどね、はい、まあ、あの練習中でもカズ君と当たること結構多いんですけど、骨盤に骨盤当ててきます。バシッとで当たった後が早いんですよね。僕のこのバンっていうぶつかり合いは結構得意なんですけど、うんうん、まあ、そこで勝てれば一番いいんですけど、そのまあ大体カズ君は結構ぶっ飛ばして勝っちゃうんですけど、なんかまあ大体一回ぶつかって弾かれるんですけど、その後の加速が速いというか、はいはい、いやそこが前にグイッといける秘訣かなと。体当たって一回バインってなるじゃないですか、はい、でそのバインから弾くの弾かれる幅がもう少ないですよね。確かに、はい、いやだから僕あれ誘ってるような感じも見えるし、そのバインを求めてるわけですよね。まあでも逆に当たってきてくれるんだったらやりやすいなって思います。だからそれってやっぱもともとディフェンダーやったっていうのもちょっとあるんですか。もともとディフェンダーだったんですか。あ、高校の基本知らなかった。基本知らなかったディフェンダーですからね。知らなかったです。中京大学でフォワードですよね。高1と高2のパターンあるんですよ。逆のパターンは聞いたことある。何せ左側で左サイドでなんか斜め走ってぶっ飛ばしたのもあったじゃないですか。あったあったあった。ホームで、あれ何戦だっけ。ジェフだ、ジェフ、ジェフ、ジェフ。あれ誘ってるような気がする。まあ見ててこちらはそうですね、なんか来ないで待たれるよりは、はいはいはい、来てくれた方がちょっとなんか当てやすいというか。なるほどね。そういうのはなんかある。あとなんか見かけより強いんですよ。見かけ通り強い人とかだったら当たる側も、はいはい、備えて当たるというか、うん、だからそういうと赤嶺選手とかはどうなんですか。見かけ通りのやっぱ強さなんですか。慎吾さんは強いですけど駆け引きがすごい上手いですね。当たるタイミングとか行く行かないの間合いとか、あ、なんか本当に体の重心も見てるし、うん、自分のなんかこの心理の重心まで見られてるんじゃないかぐらいの駆け引きの場さしてきます、あ、なるほど。だから例えばヘディングとかでも飛ぶ瞬間の駆け引きとかでもやっぱちょっと、そうですね、体ぶつけるタイミングすごい前ですし、なんだろう、自分の中で多分勝てるボール勝てないボールっていう判断がものすごく早くて、あ、負け、あ、これは勝てないなって思ったら引き分けに持ち込む、あ、で引きいい引き分けに持ち込むみたい な、そういうのが判断がすごい早いです。逆にこう斉藤選手から2020年浜田選手の記憶に残ったプレーもたくさんあると思うんですけども、これといってありますか。まず一番驚いたのは、はい、防府戦の昨日のね、これも収録は、12月、今21日です。もう昨日の12月20日のスーパーゴール。びっくりしましたよね、本当に。びっくりしました。自分でもびっくりしました。前半のロスタイムに入ってて、で勝ってる状況だったんですよ。うん、で、風上で、うん、で、まあ、このまま試合、前半を終わらせたいっていうところで、はっきりしたプレーで終わろうって思って、うん、はいはいはい、で、自分が入って、で、別に全然ゴール狙ってたとかそういうわけでもないんですけど、うんうんうん、まあ、とりあえず相手陣地に押し込めるように。はいはいはい、っていう風に考えて、はい、まあ、ロングスローを投げてもらったんですけど、たまたまですね、本当になんかこぼれ球が自分の前に落ちてきて、
多分左足でシュート打ったことないですね公式戦で。いやあれですよ、あのツイッターとかでも元ファジアーノの野田浩二選手が浜田選手のヘディングかと思ったら左足返りっていうあのツイッターの書き込みも見ましたし、あの落としてくれってやっぱ言ってたんですか、あの時。いや言ってないです。でもなんとなくあの時山だったんですけど、はい、まあ、和樹くんでも山でも、まあ、大体空中戦勝ってくれるんで、うんうん、予測がしやすいというか大体ここら辺に落ちてくるのかなっていうふうに思ったんで、はいはい、まあ、それにいち早く反応しようっていうことだけを心がけました、で反応してからボールが来るわけじゃないですか、はい、お、来た来た来たって感じなんですか。いやもうむしろやばいって感じやばい来たって自分のところに来てしまったっていう感じ。ちょっとその映像をねちょっと今振り返りながらやばい来たがどこなのかっていうのをちょっとあのスタッフがちゃんと見つけるんで、セカンドボールにいち早く反応しようっていう、あのすごい準備してたにもかかわらず、やっぱりいざ来てみるとうわやばい何しようっていう感じだったんですけど、まあさっきも言ってた通り本当にはっきりしたプレーで終わろうと思ったんで。あ、そうか、はい、そこに繋がるんだ。もうとりあえず打とけっていう感じで、うん、無心で振り抜いたら思った以上に2週間はありました、はい、なるほど、はい、まあというわけでそんな感じで2020年、まあもう本当に皆さんにとっても大変な1年だったわけですけども、まあ、あのこの1年を乗り越えて、あのやっぱこういうの経験も踏まえた上で2021シーズン、まあ、あの共に戦うあの仲間としてですね、あのぜひ意気込みをあの聞かせていただければと思うんですが、では浜田選手からよろしいですか、あの来年に向けての意気込みを。はい、まあ、まず今年の結果をしっかりと受け止めて、まあ、反省してあの課題を洗い出して必ず、来季の成長につなげなきゃいけないと思ってますし、はい、まあ、今年はこうやってあのコロナの影響でクラブの、まあ、財政的なところも結構ダメージが大きくて、今年主力として出てたあの選手たちも退団しなければいけないっていう状況で、まあ、自分たち、まあ、誰が残るかは分かんないですけど、まだ、来季残る選手はあのそういう退団する選手たちの悔しい思いとか、あのクラブへの、うん、意思みたいな、そういう悔しい気持ちとかをしっかり受け継いで、あの結果につなげる、そういう一年にしたいなと思います。ありがとうございます。斉藤選手はいかがでしょうか。本当にチームとして順位も良くなかったですし、そういう悔しい思いっていうのをみんなが持ってる中で、まあ、これをどう来年に生かすかっていうのも自分たち次第だと思いますし、まあ、個人としては、まあ、フォワードもやりましたけどサイドハーフもやって幅は広がったと思いますし、そういう意味では成長もできたので、来年どこのポジションであってもチームの力になれるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。今日特別ゲストに来ていただきました、ファン感謝デーの裏側でございます、浜田選手と斉藤選手にお越しいただきました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。